今回はもし伊那大島城で戦いが行われていたらを考えてみます。これは実際には行われなかった城での戦いについて真面目かつ強引勝手に考察したものです。細かな時代背景や武将の都合は無視、史実とは大いに異なることはご了承ください。考察におけるポイントは次の3点。 1. 攻撃側の兵力は守備側の3倍とする。 2. 守備側はできるだけ最後まで戦う。 3. 開始から10日後に守備側援軍が参戦するです。また戦いの流れによっては強引な展開もありです。では見てみましょう。伊那大島城主武田信門は千の兵で籠城。これに対し織田信忠率いる3000の兵が大島城を包囲します。信忠は城の西側に本陣を置き、ここにほとんどの兵を集中させます。大島城の周り、特に東側は天竜川と崖によって守られており、この方向からは攻撃できないからです。武田信門も織田軍が西から攻めてくることを想定し、大手方向に兵を集中させたのでしょう。こうして両軍合わせて4000の兵による激しい戦いが伊那の谷で始まります。織田軍が攻撃開始。目標は大島城の正面入り口である大手です。大手の前には広いスペースがあり、織田軍は兵を展開していろいろな方向から攻撃を仕掛けることができました。信忠はそれほど時間もかからず攻略できるだろうと考えていたのですが、意外と守りは固く、織田軍の兵士は次々と倒れていきます。実は大島城の大手には丸く大きな馬出しが設けられていました。この馬出しがとても邪魔で、大手門を攻撃することができないのです。馬出しに入るには左右の細い橋を渡るしかなく、そこに進む兵は城内の武田軍に狙い撃ちされます。3倍の兵を誇る織田軍ですが、戦いは思うように進まず、馬出しでの攻防に参加できず、遠くから眺める兵も多くいたのでしょう。なかなか突破できない大手馬出し、焦りを感じた織田信忠はさらなる力攻めを命じます。犠牲を覚悟で強引に落としてしまおうということです。身のこなしが軽く素早い動きができる兵士が選ばれ、馬出しを囲む空堀に飛び込んでいきます。ところがここで大島城の恐ろしい仕掛けが発動。実は馬出しを囲む空堀は二重構造で、深い堀の中から這い上がった後にもう一度降りてまた這い上がらなければならないようになっていました。いくら身のこなしが軽い兵士とはいえ、鎧を着たまま動き回るのは大変。頭を出せば狙い撃ちされてしまいます。堀底で動けなくなる兵、這い上がったところを撃たれる兵、織田軍はここでも大きな被害を出すことになります。さらに攻撃に勢いのなくなった織田軍に対し、城内の武田軍は弓や鉄砲で攻撃を開始。馬出しから遠くの兵にも被害が出始めます。このため織田軍は自然と後ろに下がっていくのですが、これが武田軍反撃のきっかけとなります。織田軍は引き続き攻撃を仕掛けます。しかしなかなか落とせない織田の兵士たちは、馬出しからの攻撃が届きにくい北側のエリアに移動してきました。この様子を見ていたのが武田信門。密かに100人の兵を集め奇襲を仕掛けます。実は大島城正面の大手馬出しは大地の中心からやや南に設けられており、馬出しからの攻撃を嫌った攻撃兵が自然と北側に集まる仕掛けになっていました。そこを隠された別の通路から奇襲すれば大打撃を与えることができます。横から奇襲された織田軍は大混乱に陥ったことでしょう。一体どこから武田の兵が湧いてきたのか、早くも援軍が到着したのか、状況もよくわからず味方が次々と撃たれるのを見て
織田の兵は後退、武田軍は大島城正面の包囲の一部を崩すことに成功します。しかし武田の奇襲部隊はわずか100人、さすがに織田軍を追い払うことはできず、やがて多勢による反撃を受けて城内に戻ることになったのでしょう。ここに来て大島城の守りが固いことを知った織田信忠、別の攻略方法を考えます。そこで行われたであろう作戦は水の手を断つこと。第一城にある大島城には井戸はなく、きっと東の天竜川から水を汲み上げていると読んだはずです。信忠は偵察部隊を派遣して大島城の周りを探らせます。すると城の一番奥の方、本丸の北側の低い場所に井戸があることが分かりました。そこなら簡単に占領できるはずと早速兵を出して攻撃を開始します。しかし大島城の井戸くるわは周りを高い土塁で囲んであり、守りの固い作りになっていました。ここを攻撃した織田の兵は上から監視する腰車の兵に早くから発見され、土塁を越えることもできず撤退することになったのでしょう。こうして大島城の水の手を断つ作戦も失敗、織田信忠の大島城攻略はその守りの固さの前に難しいものになっていきます。井戸くるわへの攻撃を受けた武田信門は城の周りのあちこちに織田の兵が展開していることを知ります。このまま大手の防御に徹しても数に勝る織田軍が兵を迂回させて攻撃してくれば城の中心が危うくなる。そのためどこかのタイミングで大手三の丸に集中させていた兵の一部を城の北側、南側にも移動させなければなりません。相変わらず大手馬出し突破に苦戦する織田軍ですが、城内からの反撃の変化に気づきます。どうやら三の丸を守る兵の数が減っているようだと。報告を受けた信忠はもう一度馬出しへの攻撃強化を命じます。これによって再び織田の大軍が大手馬出しに殺到、二重の堀を越え土塁を駆け上がります。以前奇襲を受けた北側の入り口へも兵を向かわせます。これまでよく守ってきた武田の兵たちですが、この辺りで馬出しと大手から撤退します。長く続く戦いの疲れも出てくるのでしょう。織田軍は三の丸を占拠し、ついに城内に入ることに成功します。大手を破られた大島城ですが、まだまだ戦うことができたと考えられます。大島城には三の丸を失ってもなお戦いを続けることができる防御体制が整っていました。三の丸を占領した織田軍の前に現れたのが深い空堀。これを越えて二の丸に進まなければなりません。二の丸との間には今度は三角形の馬出しが待ち構えており、一本だけある細い土橋からしか入れないようになっていました。織田軍は再び犠牲を覚悟で三角馬出しに攻撃を仕掛けるしかありません。織田信忠はなかなか進まない三角馬出し、二の丸の攻略を考え、残っている兵を展開し側面からも攻撃する作戦を開始します。南の谷から兵を登らせ二の丸の堀底へ侵入させるのです。しかし大島城にはこの方向から攻め込まれた場合についても防御対策が抜かりなく行われていました。二の丸の南側斜面には堀に囲まれた陣地があり、また本丸と二の丸の間には通路となる堀の入り口を隠す壁が設けられていました。ここから攻め込んだ織田の兵は堀底に迷い込んだところを二の丸から狙われ次々と撃たれていったのでしょう。しかし数に勝る織田軍、運よく逃れた兵はそこから本丸方向や井戸車に流れていき、三角馬出しを中心に行われていた戦いは二の丸の周り全体に移っていきます。後方に敵兵が回ったことを知った二の丸の兵たちの中には本丸に逃げ込む者も出てきたのでしょう。
徐々に二の丸の守りは薄くなり、織田の兵が侵入。この辺りから武田兵の逃亡も始まります。織田軍がついに二の丸まで占領します。討ち取られたり逃亡したり、武田軍は100人ほどまで減り、本丸に立てこもります。もう自力で織田軍を撃退することができない武田軍は、戦い抜くかそれとも降伏するかの選択に迫られます。しかし大島城の本丸は隣の二の丸と巨大な堀によって隔てられ、独立した作りになっていました。普段かけられていた橋を取り払ってしまえば、どこからも入ることができません。これまで激しい戦いを続けてきた織田軍には、このまま高い崖の上にある本丸に駆け上がって攻め込むのは大変なことだったのでしょう。織田信忠は兵を休ませ、明日一斉に攻撃することを決めます。一方で井戸曲輪を占領させ、大島城の水の手を断ちます。武田軍の士気を落とすため、井戸曲輪が落ちたことを大声で呼び回ったのでしょう。本丸だけとなり、水の手も断ち切られた大島城。ここでとんでもないことが起こるかもしれません。それは城主武田信門の逃亡。信門は夜になるのを待って天竜川を渡り、城外に出る計画を立てます。もちろん別の機会を伺って城を取り戻すためです。腹心に準備を命じた信門ですが、昼間のうちに織田信忠が本丸への総攻撃を開始します。信門は残る兵を指揮して、いやいや戦うことになったのでしょう。しかしここで奇跡が。西南森信率いる高遠城からの援軍が大島城の近くまでやってきたのです。これを知った織田信忠は撤退を開始。武田軍は見事大島城を守り切ったのです。目の前の織田軍が引き返す様子を見た武田の兵士たちは、最後まで戦い抜いた武田信門は軍神のように見えたのでしょう。もちろん信門はわずかな兵で大島城を守り切った名将として後世に語られることに。逃亡の準備を命じた腹心に固く口止めをしたのは当然のことです。いかがでしたでしょうか。強引勝手に想像しました伊那大島城の戦い。ご感想などありましたら、ぜひコメントをいただきたいと思います。伊那大島城には今回の動画で紹介した様々な遺構が残っていますので、よろしかったら足を運んでみてください。